立場ですからね我々これ、記者会見して、国民の前で事実を述べるというのは、決してね、あの曖昧な勇気じゃないですよ、それなりのやはり勇気を振るって、河野池議員は会見されたと思いますで、それをネット上に載ってる情報と同じ訴状に載せて、そういうものを再確認することはないんだというのは、ちょっとこれ、財務省役所としてどうなんでしょうか。 不適切じゃないですか佐川局長お答え申し上げます 河、えー、野池先生ご自身があその記者会見をされたことは、えー、報道によって承知してございます。河、えー、野池先生がその場で、えー、ご自分のことについてお話をされたんだろうというふうに思いますが、今、私が申し上げているのは、委員がそのご指摘のそのメモ、河野池議員事務所の,その秘書という方が、えーその、この財務局の人間とやり取りをしたというようなメモについてまで、その場で河野池先生がどうしたとかについては、私、承知してございませんが、そういう、どういう方が、どういう目的で、 そのえー、各財務局とか各役所との間でのやり取りというふうに言って、えー、メモを取られ、記録を取られ、そういう文書がどういう形で出回っているのかについて、私ども承知しおらないということでございますので、その点について申し上げた次第でございます風間直樹君あの、佐川さんね、私、あまり声をげらるの嫌なんですけど、あなた局長の立場でこれ、承知しなきゃいけないんじゃないですか。国会会議員が会見をして 自分の事務所で管理している記録はこうだと述べている。これ、財務省に密接に関わる問題でしょ。それ、承知してないで済むんですか河野池源に連絡取って、これ見せていただけませんかと内容について確認させてほしいと言えばそれでいいじゃないですか。あの、佐川さん、予算委員会から答弁、ずっと一貫してましてね、佐川さんの答弁の法則、財務省の問題に、 迫ってくると全部一般論に丸めて承知してないっていう答弁なんですよで確認したらどうかと議員に尋ねられるとするまでもないと情報の出張が定かでないとかネット上に載ってる情報までいちいち確認できないとか抽象論にしちゃうんですそれによって国民が知る権利を奪われてるんですよもう1回お尋ねします河野池事務所に紹介をして確認をすべきじゃないですか佐川局長 大変恐縮でございますが、そういう個別の情報につきまして、確認することは控えさせていただきたいというふうに思います風間直樹君。まあまあ、いつからかわからない、財務省も本当に不誠実な、まあ、財務省というか、佐川局長の答弁が本当に不誠実ですね、私は悲しくなります、えー。こういう答弁が予算委員会でも延々繰り返されてます、これ本当に時間の無駄ですよ。 我々野党の議員は特に国民の真実を究明してほしいという関心を受けて、こうして国会の場でお尋ねしているけれども、それに対して、佐川さんの答弁が全く誠実ではない、非常に残念です。次の質問に移ります。あの今回の森友の問題で、まああ、森友学園側認可を取り下げたわけですけれども、 今後、そのことによって、まあ、大阪府にもあるいは国にも、えー、賠償などといった森友に対するですね賠償といった事態も生じかねないと思います、まあ、大阪府の問題はさておきまず文科省にお尋ねをしますが今回、大阪府があ森友学園が認可を取り下げたことによって今後、文科省として森友側に対して 何らかかのの賠償の必要性性が生じる可能性はありますでしょうか日口文部科学大臣政務官お答えいたしますあの文部科学省として賠償するということは今、想定ができませんが、いずれにいたしまして、この私立学校、小学校の認可は、学校教育第4条第1項に基づいて、許認可権を持つ各都道府県がその関係法令、また審査基準に基づいて行うものでございますので、文科省としては想定しておりません。片間直樹君 えでは財務省にお尋ねをしますが、あの同じ質問ですいかがでしょうか。佐川局長、答え申し上げます。あの私ども3月10日にあの森友学園が小学校の設置認可の申請を取り下げましたので。 私ども29年、今月の3月末までに、本県の土地を小学校のように供するという売買契約上の森友学園の義務が果たせない見込みとなったことから、今後、国として土地の返還を求める契約上の権利を行使することとなる旨、すでに近畿財務局から森友学園側に伝えたところでございます。 また、売買契約におきましては、買い戻し、または契約の解除の権利、どちらかを行使した後に、土地の現状回復を求めることができるとされてございまして、森友学園に対し、建物等の撤去を求めることになると考えてございます。いずれにしましても、財務省としましては、法令、あるいはこの契約に基づきまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます風間直樹君、森友側がこの校舎を、 解体して、さら地にして国に対して返却をすると、まあ、こういう道筋ですね佐川局長。お答え申し上げます。あの私ども先方に、えー、通知をしました中に、ですね、えー、土地の買い戻し、またはその契約解除の権利を行使し、えー、同契約書に定める土地の現状回復を求める予定であることを通知しますというふうに申し上げてあるところでございます風間直樹君。 まあ現状回復で校舎を潰すにしても相当森友側にあの解体費用はかかるでしょうし現在の森友学園の財務状態でそれが可能かどうかというような報道も出ておりますでもし森友学園側が解体をして国にまあ返すということに応じない場合は国としてそれを差し押さえてそして国があ 公舎を解体して更地にすると、こういう可能性もあるでしょうか。佐川局長お答えいたします あの現在、まだ3月中でございまして、えー、契約上は3月末までの,その用としてということでございますので、えー、その絵が終わった時点で、私ども、その権利の行使に動くということになると考えられますが、その時点で今、委員がおっしゃいましたような、えー、先方がその応じる、応じないといったような過程の話については、えー、この場でコメントを差し控えさせていただきますが、いずれにししても、その時の状況に応じまして、えー、法令、あるいは契約に基づいて適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます片山直樹君。 まあそうすると4月に入ってから、えー、事態が動き出すという,ふうことと理解をしました同時に文科省の場合は特段こう賠償ですとか費用が発生する可能性はないということですけれども、えー、財務省に関しては、まあ、4月以降のことの運びによってはその可能性もゼロではないというふうに理解をいたしましたあのそれで、ま、財務省間違いないですか佐川局長 お答え申し上げますちょっと委員のおっしゃっているその損害賠償というのは、個別にあのどういう意味かよく分かりませんが、私ども、この契約に基づいて、まずはこの買い戻しの件になり、契約の解除なりということを行使しまして、さらに現状回復を求め、違約金を求めるということを契約に基づいてやっていきたいというふうに考えてございます風川直樹君。分かりました。えー、とそれであの先ほどの質問に戻りますがが、えー、近畿財務,財務局が 土地の評価額を漏らしていたか否かという事実確認について、えー、昼休みの時間を使って事実確認を求めましたが、結果はいかがでしたでしょうか。佐川局長お答え申し上げますあの。午後の委員会が始まって冒頭にお答えしたつもりでございましたが、その点についてお答えしますと、えー、委員に恐怖してございますけれども、えー、冒頭に申しました答えに基づいて、私ども近畿財務局に確認はしてございません風間直樹君。 つまり、まあ、国会の審議で、えー、議員から確認を求められてもお、確認は拒否するということですね佐川局長。お答え申し上げます、えー。冒頭お答え申し上げましたが、あ本件につきましては、えー、そういう情報につきまして、私ども個別に確認をするということは控えさせていただきたいというふうに申し上げたところでございます風間直樹君。なんで確認控えたいんですか。 川局長あのこれも午前中申し上げましたが、えー、私どもその全国の財務局で、えー、大量の土地の処分、えー、をしております、そういう中で、えー、大変日々の業務の中で、各財務局から本省に必要な情報は上がってきてございますし、えー、必要な情報は本省と財務局で協議をしているところでございます、えー、そういう中での判断でございますはいじゃあ、ちょっと速記を止めてください。 ただいまの件につきましては五国理事会で協議いたします片間直樹君、えー、理事会でのご協議よろしくお願いいたします、えー、それでですねあのー、今日は、えー、政務三役にお越しをいただいてますが、えー、日頃親しくさせていただいております三木大臣政務官よろしくお願いしますあのー、まあ財務大臣政務官になられて、えー もうそろそろ半年以上ですよねあの、しっかり仕事をしていただいていると思いますがあの、政務官は、ご地元選挙区で国政報告会など開かれます際にあの、この森友に関する有権者からの質問も当然出ると思うんですが、それにどう対応されていらっしゃいますでしょうか三木財務大臣政務官。 えー、あの森友についての質問が支持者からあるかということだったんですが、あ,のあることはあるんですが、財務省がどうというよりはあの、籠池さんってどんな人かとか、そういうことを聞かれますので、私は知りませんというふうにお答えしているようなところでございますので、特にあの財務省関係のことで、えー、支持者の皆さんにお答えしていることはございません。加藤直樹君あの今回ですすねこのののの森友の問題というのは、まあ、いうははくつつかの側面がありますけれども、えー、一つは大阪府 のルートそれからもう一つは財務省のルート、まあ、国会審議でですね取り上げられている問題を中心にお話し,しますが、それからもう一つは籠池ルートというルートも私、あると思ってまして、まあ、籠池さんご本人がさまざまな情報の発信拠点になっています。で、政務官はこの籠池ルート、大阪府ルート、そして財務省ルート、ご自身からご覧になって、今回の問題の根源はどこにあるというふうにお考えでしょうか。 政務官あの籠池ルート、大阪府ルートというのは、私、承知しておりませんので分かりますしあの、その財務省ルートというのがあるのかどうかということも承知はしておりませんがあの、財務省としては法令にのっとって適切に処理しているものというふうに考えております香川直輝君幹さん、私もね予算委員会でずっともう50時間以上になるんでしょうか、この問題聞いてきてまして。 でまあ、新聞ニュースといろんな資料も見てますが、いまだに問題の全体像としあの本質がよくわからないんです、誰がどういう意図で今回の問題の発端となったのか、三木さんは今回の問題の本質はどこにあって、何がポイントだとお考えですか三木政務官。あの うんとあの非常にお答えにくい質問ではあると思いますあのマスコミの報道でもいろんな側面からいろんなものを見,見方をされる方がおられまして、えー、各それぞれに、ねえー、色,色のあるコメントをされておるところだと思いますしあの私としてはあの財務省が適正に、えー、このお国民の信頼を裏切らずに業務を日々遂行しているかどうかというところが最も関心事でございますので、えー、その点につきましては しては法令にのっとって適切に対処しているものというふうに考えております風間直樹君あの私、財務省の三役の皆さんの中では、三、ま、木、あ、さんが一番親しいかなと思うので、ちょっと率直に伺うんですが、き <laughs>、まあ、今日も佐川局長、ずっと答弁されてますよね、予算委員会でもほぼ佐川さんがお一人で頑張ってらっしゃるんですけれども、あのまあ、委員からもいろんな質疑が出ます。 でそのの中にはあ似た趣旨の質問もあります。でそういったときに、例えば定例的な財務省内部の打ち合わせの中で、局長から、まあ今日の答弁はこういう方針でいきますとかあ、この質問に対してはこういう答弁でいきますと、こういう話というのは政務の皆さんに報告はあるんでしょうか。三木政務官 えー、お答えします。あの私自身の受けました質問に関してはあの詳細に、えー、ご説明いただいた上でえで、ー、しっかりとあの漏れのないように答えさせていただいて。 おりますけれども、えー、他の局長の答弁について一つ一つ、えー、レクチャーがあるかというと、えー、特にあの佐川局長は連日、長い時間あの、答弁で座られておりますので、えー、我々に対して、えー、そういったあの説明をする時間よりも、委員の皆様方に真摯にお答えするためのしっかりとしたあの答弁作りというものが必要になってくると思いますので、えー、私のところに一つ一つ、あのこの 質問に対ししてははお答えまますとといいうことはございませんただ、私どももテレビ等を通して、予算委員会の風間先生のご質問も見分いたしましたけれども、そういった点についてはあの把握しておるつもりでございます風間直樹君。いやあの,今日の私と佐川さんのやり取りもお聞きになってたと思うんですけれども、私の受け止めとしては、あんまり真摯に答弁いただいてないっい感じなんですよね。 三木さんから、今日終わってから佐川さんにちょっと、もう少しこうこうこういうふうに率直に答弁した方がいいんじゃないかという、そんな助言をいただけないでしょうか。政務官 私の目から見まして、佐川局長、しっかりと答弁をされているものというふうに考えておりますあの。今後もお話しするとすれば、今後も真摯にお答えしていただきたいということをお伝えしたいというふうに考えております香川直樹君。えー、続いて、木原副大臣にお越しいただいていますので、お尋ねします。えー、木原さんは、今回のこの森友の問題ですね、あのーまあ、全体像がよくわからない。 何が問題のポイントなのか、国民にはよくわからないんですが、財務省副大臣という立場でこの問題の本質はここじゃないかとどんなふうにお考えでしょうか。木原財務副大臣、えー、お答えします。あの私も国政報告の感想を聞かれると思っておりましたけれども、あのまあ、そういう観点で言うと、あの昨日も含めて週末だったりまあ選手だったりということで直接有限者と接する機会も。 ございいままししたののでそううう観点から、えー、率直なな感想のようなこととを申し上げます,とです、ねえーまあ、私自身も、私はの場合は国政報告で私が一方的に最初説明をしますので、相当国政報告をやりましたけれども、質問は一切ありませんでした、そういう中で,です、ね、えーまあ後からちょっと漏れ伝えて聞いたり、私の秘書なんかが聞いたりするのは、あとは国有地の払い下げということを有権者の方は、まあ、ほとんど。 知らなかったと今回初めてその国有地というのを払い下げるということがあるというそういう認識を得て、で加えてそれにはあのルールがあって、そのルールのようなものを私が説明するとです、ね、非常にこう納得していただけるというようなことだなと思いました。加えてとりわけ申し上げればそういうい中で今回は 森友学園のこと、個別のことに関して言うと、安倍昭恵夫人が名誉校長でしたっけ、そういったことをやってたということが、非常にこう国民の関心事だったのかなというふうに思っておりまして、えー、まあ全体的に委員のご質問のに答えるとすると、今回そのあたりのところが非常にクローズアップされて、問題化されているのかなというふうに思っております風間直樹君。あの 参議院の予算委員会で現場に視察に行きまして、まあ、その議事録をもらったんですで、えー、内容をざっと読んだんですけれども、えー、大阪府庁に行き国交省に行き、えー、それから森友学園に行ってるとでこれ読んでますとですねあの1つあここがブラックボックスかなという部分がありましてねあの大阪府庁でのやり取りの中で えー、府庁側の答えが、途端に曖昧になる瞬間があるんですね、でそれは何かというと、えー、森友学園とのやり取りを文書に残していたかどうかという点と、もう一つは、大阪府庁と財務省との間でどんなやり取りをしたかという、この2つの部分なんです。この2つに差し掛かったときに、大阪府庁の役人の人の口が途端に固くなる。 で私はですね、あの大阪府には明らかに何か隠したい事実があるんだろうと思います。これは大阪府の事務方か、あるいは大阪府庁の政治家なのか分かりません。ただ、大阪府庁の中に明らかに森友の問題で隠したい何かがある。で、財務省はどうかというと、質疑をしているときに佐川局長が答弁をされますが、 やはりこちらの求めに応じて、正直に事実を開示していただけない、で私は財務省には今回、大きな瑕疵があるという、そういう確証は持っていませんけれども、何か財務省にも隠したい事実があるんじゃないかという国民の疑念は、もっともだと感じています。副大臣、木原さん、今の私の指摘について、どうお感じになりますか。木原副大臣 まあ大阪府庁の職員、もしくは政治家が口を閉ざす瞬間があるというのは、私はそのように感じること、私個人としてはそういう感触はありませんけれども、加えてまあ財務省の,のまあ今、内部にいる人間としてでも、いろいろと個人的にも調べた結果、やはり手続きというのは適切に行われておりまして、とりわけ 私自身がですね。1。政治家としてもあこれは疑念だな。と思いううなところはあのございません。ということを報告させていただきます。風間直樹君、あのちょっとその予算委員会の現場での視察の議事録から一部を紹介させていただきます。まず、松井知事はまあ、これ報道でもご覧になっているようにえー。近畿財務局が大阪府庁に何度も足を運ばれて。 要請をされたと、こういうふうにおっしゃっています。で、大阪府庁の方の話では、えー、大阪府の私学課と近畿財務局の方で、えー、その後、多分打ち合わせをしていったということだと思います。その間の記録は残っていません。残っていませんが、そういう調整をして、先ほど申し上げたとおりというふうに答えていますね。でさらに、この件をそれぞれ、 財務省ととと大阪府の審議議会ででどう裁くかという裁かいいことについて両者で協議をしましたとさらに、大阪府庁の方がおっしゃるには、実際にこの森友学園が小学校を開設するための、そのための契約ができるかどうかを、まさに見るために、条件をつけて、財務省と大阪府、それぞれ、 進捗状況を確認したということです。まあこういうふうに参議院の現場視察に対してえ答えています。でこれですね。あの今日お越しいただいたのは財務省の皆さんですが、まあ我々国会として皆さんは政府として、えー、この国の公金が関わる問題について真実を国民の前に明らかにせする責務が双方にあります。え従いましてぜひ今日ルルー 佐川局長に答弁を求めましたが、委員会として、あるいは委員として求めたことに対する事実を明らかにしていただきたい、そう思いますが、木原さん、いかがでしょうか木原副大臣今、委員がご紹介いただいた文脈、その前後もちょっと分かりませんので、そこの部分だけを聞きまして、私の読解力の問題もあるかもしれませんが。えー その先ほどおっしゃった、口を閉ざしている瞬間というふうには、なかなか取りにくいなというのが感想でございますが、あとは講談でございますけれども、もちろん、公金というものは、それはあの役所としては適,適切に使わないといけないというのは、ごもっともなことであるというふうに思っております片間直樹君。あの先ほど三木さんにも伺いましたが、木原さんはあの財務省事務方から、 森友学園問題についての答弁はこういう方針でいきますとか、この答弁についてはこう答えますという報告や相談を受けたことはありますか木原副大臣。えー、私は今、財務副大臣として、大塚副大臣とともに担当、私が衆議院で、大塚副大臣は参議院という担当をさせていただいておりまして、まあ、私も同様に衆議院の予算委員会、そして衆議院の財務金融委員会、 という形で、ずっとこの佐川局長をはじめ、ですね理財局の答弁もずっと聞いてきた中で言うと、ですねその都度必要な内容については、必要な事項については、財務省の方で報告は受けておりますし、また、佐川局長に対しては、ですねもちろん局長はもう知識も経験も豊富でありますので、そういった部分以外の部分で、答弁に関しての、 アドバイスなどはああすることはございます。はい。片山直樹君、あのちなみに答弁についてのアドバイス、今までどんなアドバイスをされましたでしょうか。木原副大臣、あのもうあまり個別的なことは、えー、この場にはふさわしくないとは思いますけれども、それはもうあの例えばあの声の大きさの問題とかですね。 えー、あとはあのーまあ、目線の問題とか、そういうところでございます風、はい、間直樹君。あのまあ、副大臣という立場で、えー、また三役の中でも特に、えー、事務方の皆さんと意思疎通をしている様子が伺いました、えー、木原さんからご覧になって、えー、佐川局長の答弁は、えー、何点ぐらいなんでしょうか、合格点に達してるんでしょうか。<laughs> 木原副大臣 佐川局長、まあ、点数はなかなかつけにくいですが、非常に真摯に丁寧に答弁をしているというふうに思います風間直樹君。同じお尋ねを大塚副大臣にしますが、あの大塚さんは三役の一人として、これまで財務省の事務方から森友学園問題について、こういう答弁の方針でいくとか、この答弁はこういう答弁をしますという報告や相談を受けたことはありますか。 大大塚副すべてではありませんけれども、必要に応じてあるかと言われればあるということでございます風間直樹君。差し支えなければ、その一例を挙げていただければと思うんですが、大塚副大臣。ちょっと今から思い出すと時間がかかると思いますので、また、うちわの打ち合わせについてでございますから、あまりここでご紹介申し上げるのも適切でないというふうに考えております風間直樹君。大塚さんは今までのまあ予算委員会をはじめとする答弁で、 佐川さんはじめ、事務方の答弁については、どうお感じになってますか。大塚副大臣あの、真摯かつ誠実に一生懸命答弁をしているというふうに思っております片山直樹君、まああの。財務省の三役のお立場ですと、やはり一緒に仕事をされているわけですから、えー、事務方を守る、また事務方を信頼してということになると思います、それは当然です。 われわれ野党は皆さんとは根本的に立場が違います、国民から寄せられている責任が違うと言ってもいいと思いますが、国民が持っている疑念に対して、国会の場で正していくのがわれわれ野党ですので、その点、厳しくやっていきたいというふうに思っています。それでは法案の質疑にに入りたたいいいと思いますあの麻生大臣にご答弁いただく機会が 今日はこれまでなかったものですから、大臣にちょっとこの法案についてお尋ねをさせていただきたいと思うんですけれども、あの通告は法案についてという、まあ、大くくりな通告をしていますのであの、大臣、ご答弁いただける範囲で結構ですから、あの大臣の、まああまあ、理念というか、お考えを伺えればありがたいと思います。えー、個人所得課税の改革についてなんですけれども あのこの中で金融所得課税、えー、特に株式上等域課税の問題についてあの大臣のお考えを伺いたいと思います、まあ、個人所得課税の改革という,う中で、えー、いわゆる所得再配分機能この改